トレパッテは、イタリア共和国ロンバルディア州、ソンドリオ県リビーニョにある分離集落。アルプス山中の標高2069メートル地点に位置する。イタリアで最も標高の高い場所にある集落であり、ヨーロッパ全域を見ても2番目に高い集落である。標準イタリア語以外では以下の名を持つ。トラパルという地名は、直訳すれば3つの玉を意味するが、 これは、三つの谷が変化したものと考えられる。スイスとの国境近くに位置する集落で、リビーニョから 6km、バルディデントロから 21km、ボルミオから 28km、サンモリッツから 50km、ソンドリオから 81km の距離にある。ソニーキは、北西のエーラ峠と南東のフォスカーニョ峠の間に広がっており、バルデリビーニョと バルテッリーナにまたがる。教区教会のあるトレパッテの中心地区は標高2069メートル地点に位置する。ヨーロッパではスイスグラウビュンデン州のユーフに次いで2番目に高所にある集落である。トレパレの域内にあたるエーラ峠上に地区が広がっているためヨーロッパで最も標高の高い村とされることもある。エーラ峠トレパッテは 冬季に、イタリアで最も寒くなる場所の一つである。1956年2月に記録した摂四45度は、2009年12月に、ブサディマナで引ィィク摂四47度が記録されるまで、イタリアにおける最低気温の記録であった。トレパッテは、リビーニョの免税地域に含まれる。トレパッテ集落からエーラ峠にかけての地域は、リビーニョの主要なスキーエリアの一つである。 カトリック教会のトレパッテ教区はヨーロッパの最高地点にある教区である。1950年代から70年代の初めにかけてトレパッテの教区司祭を務めたアレッサンドロ・パレンチは強烈な個性を持つ司祭として知られ、作家ジョバンニ・ガレスキによるドン・カミロシリーズに登場する共産党員の市長と騒動を繰り広げる司祭、ドン・カミロのモデルとなった一人とされる。 ホスカーニョ峠、ありがとうございます。